方法の手で広場まで逃げていったんですけども、その後、まあその日はまあともかくとして次の日、1週間2週間ぐらいずっとここの中に毎日来ては、みんなで、食べ物を分け合って、非常にその時は非常に絆が強くなったという感想だったんですね。非常にみんな助け合い精神が非常に発揮されて非常に良かったと思います。その後、まあ、だんだん落ち着いてはきたんですけども、なんか放射能問題の方でやたらとみんな食べ物をやたらと怖がって、福島県産を食べないというような変なものがあったんですけども、私はどちらかというと積極的に、まあ、年もせいで放射能にはもう影響のない年だろうということで、福島県産のものを買っております。それおかげで今でももちろん何の影響もなしということで、これからもぜひ福島のものを食べて福島の県民の皆さんと一緒に頑張っていきたいと思っております。